さあ今日も行っていきましょう。今日なんですけども本当はね、このチビハムたちの未公開動画を作ろうかなと思っていたんですけども、ちょっとね自分の中で、あ、ハムコ来たね、懐かしいねこの部屋で一緒に暮らしてたのねまあ今日はちょっと自分の中で気になったことがありまして、まあこれがねハムスターを初めて飼う方とか、まあ、おそらくプラスになるんじゃないかなと思ってね、今日はちょっとそのことを、まあ映像はハムスターの映像を楽しんでもらいつつちょっと話していこうかなと思います。それではやっていきましょう。まあ気になったことっていうのはね、ハムスターフードのことなんですけど、よくペットショップに行くとハムスターのご飯っていっぱい並んでると思うんですよ。でその中で、まあ、初めて飼う方とかどれを選んだらいいのか分かんないっていう方が、まあ、多いと思うんですよね。でまあその選ぶときに大抵はその裏面を見て、まあ、栄養成分見たりとかする方多いと思うんですよ。ただその栄養成分見てもなんかパーセンテージ書いてあってもどれぐらいがいいのかって分かんない人多いと思うんですよね。でまあそんなので今日はその一般的な理想のパーセンテージの数字みたいなものをちょっとお話ししていこうかなと思います。それではやっていきましょう。でまず大抵は、ペットフードに裏面に書かれている栄養素っていうのが素タンパク質とか素脂肪とか素繊維、あとは素配分とかいろいろ書かれてますね。でまあその中で理想的なパーセンテージっていうのが、素タンパク質が、約 15% 以上、が理想と言われてますね。で素脂肪っていうのが4-5%、まあ、以下がいいかな、これに関しては脂肪なんでね。あとは素繊維っていうのが、まあ、5% ぐらい、そして素配分、これが 7% ぐらいあるといいっていうふうに言われていますね。まあその数値だけね覚えておいて見てもらえると分かりやすいと思うので、まあ、特にタンパク質が、まあ重要視されるっていう感じかな。タンパク質がまあ 15% 入っていて脂肪が、4-5% ぐらいに抑えられているご飯っていうのが、まあ、割と理想的なのかなと思います。でまあよくそのペットフードの裏面に「そうなんとか」って書いてあるんですけど、まあ、この「そ」っていうのは、まあ、ペットフードを作る上でその純粋な数値をご飯の中から測定するっていうことができないそうなんですよ。難しいらしいんですよ。なので最低限このぐらいのパーセンテージは入ってますよっていう、その最低限のラインのおおよそのパーセンテージがペットフードには実は書かれてるんですよね。そうだから、まあ、それを目安に見てもらえるといいのかなと思います。だからよくよく言うとペットフードの中にはこれ最低限の数字なので、それ以上に、まあ、もうちょっと入ってる可能性もあるんですよ実はね。だから脂肪なんかも、そのパーセンテージに低い方の方を選んだ方がいいんじゃないかなと思いますね。太りにくいのでね。はい、ということで、まあ、ちょっとさらっと話しちゃいましたけど、まあこれから初めて飼う方とかのね、参考になればいいかなと思います。さあこの子たちもねもうちょっとで、自分たち一人で独立して暮らしていくと思いますので、ね、それまでね成長日記クロニクルの方も一緒に楽しんでいきましょう。では今日の夜の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ、ご視聴ありがとうございました。ではまた。